久保花江は、北海道苫小牧市出身の女子、アイスホッケー選手である。北海道苫小牧工業高等学校、浅井学園大学短期大学部卒業。ポジションはフォワード。岩倉ペリーグリーン、オークビルアイスを経て、西部プリンセスラビッツ所属。兄の影響で4歳から、アイスホッケーを続けてきた。小学生時には男子に混じって、 トマコマイ選抜チームの主力として活躍。中学生時の1997年にアイスホッケー女子日本代表に初選出され、1998年長野オリンピック時は代表候補。2001年に開催されたソルトレークシティオリンピック予選、2004年に開催されたトリノオリンピック予選に出場したが、いずれも敗退し、オリンピックには出場できなかった。 2005年、カナダの NWHL オークビルアイスに移籍して、1シーズンのみだったが主力としてプレーした。トロント在住の若林ひとしにも出会う。2008年に開催された、バンクーバーオリンピック予選の日本代表には、選出されなかった。日本が予選を通過して、オリンピック出場が決定した時の代表復帰を狙っていたが、予選敗退したため、現役引退を決意。 2010年3月に札幌市で開催された全日本女子アイスホッケー選手権大会最終戦の岩倉ペリングリン戦で2得点を挙げて西武プリンセスラビッツの3連覇に貢献したが試合後に現役引退を表明その後故郷の苫小牧に帰っていたが2011年夏にナデシコジャパンが W 杯優勝したことに刺激を受けさらにオリンピック予選突破には 久保の力が必要と考える若林一志からの説得も受け、その熱意に促されて現役復帰を決意。日本代表に帰り咲き、2013年2月にスロバキアのポプラトで開催されたソチオリンピック最終予選では3試合で2得点、3アシストをマークして予選突破に貢献。大会 MVP 及び FW 部門のベストプレイヤー賞を受賞した。 2013年10月1日付で太陽生命保険に入社。2017年2月に苫小牧市で開催された平昌オリンピック最終予選では3試合で5得点をマークして2大会連続の予選突破に貢献した。フォワードとしての決定力の高さから表情のスナイパーというニックネームが付けられている。ありがとうございます。